モロゼミ。ここがローが言おったモロゼミのダメなところっていうか欠点か。自分の考えを持たない的なことを言おったな。困惑の表情を浮かべるモロゼミ。やはり彼女も神話に従うことに疑問を感じている。今がチャンスだ。さらにモロゼミを説得する言葉をかけようとした。私は神谷君の味方です。しかし堅くなに彼女は僕たちを拒む。彼女は神を信奉している。盲信している。ここまで行くと宗教じみていて考えを変えられる気がしない。モロゼミの説得を諦めかけた。だがそれでも二階堂は諦めていなかった。真実が曲げられていいの。まあモロゼミの中でなんか二つのモロゼミがぶつかり合っている。信じていた正義にいつも囚われるってやつやな。君の中の英雄やな。少し様子がおかしいように思えたが深く悩んでいるのだろう。ここがモロゼミを説得するチャンスだ。モロゼミ、この時に神谷君の写真があったらどうだろう。神谷に全部を喋ってほしくない人。そこにすかさずローが差し込んできた。お前はやっぱそっちの味方か。このままではモロゼミが僕たちに説得されてしまうと思ったのだろう。神谷がローと共に手を挙げる。ロー、お前。うるせえ、さお人形ちゃん、さっさとしろよ。ローがニヤニヤとモロゼミに促す。神谷は何も言わずモロゼミを見つめたままだ。神谷くん、私どういう考えを持つ。怯えるように神谷のことを見るモロゼミ。そんな彼女に神谷はどこか諦めたような優しい表情を向けたようにも感じた。そして怯えながらもモロゼミは手を挙げなかった。曲げなかった。これでとうとう神谷君に反する形になったけど。神谷は怒るのかと思いきや、モロゼミがそう思うならそれが正しいよ。神谷くん、泣きそうな表情で神谷を見つめ返すモロゼミ。僕と二階堂はまさかの出来事に声も出なかった。しかし静寂はすぐに切り裂かれた。どうした。私、お前の方かよ。静寂を突き破ったのは。モロゼミの様子が表現したのだ。顔面蒼白で目の焦点が合っていない。わ、まだなんか思い出すんじゃん、この感じ。私なんてこと。ごめんなさい。わ、やっぱり思い出せる。私なんてことをって、なんかゆうちゃんも言おうた気がする。やめろ、この流れだったら今度消えるのはモロゼミかもしれない。モロゼミ、どうしたんだ。モロゼミさん、何か思い出したらどんどん消えていくような流れになっているかもしれない。え、なに、なに、え、ちょっと待って、まさに目の前から消えるの。目の前で消えるの。え、な、なんなんそれ。何が起きたんだ。え、なんだ。石化したかと思ったらそれが崩れ去ったみたいな。なんか大量の発泡スチロールが積んであるみたいな感じになってる。消えるってこんな感じだったん。おい、神谷、一体何が起きたんだ。
まさかこれが神谷君が襲い取ったリスクだとでも言うんだろうか。激高して神谷に向かって詰め寄ろうとした。しかし何が起きたんだ。分かってなかった。これは予想してなかったんじゃ。神谷の様子もおかしい。あまりに切実な表情に言葉が詰まってしまった。これは演技ではない。神谷も状況を理解していない。それは確かだ。いやうまくいったな神谷、よくやったよ。え、おいロー答えろ、諸住はどうなった。ローがなんかそう仕向けたみたいな。あ、知らねえよ、自分で考えろ。どういうことだ、話が違うぞ。あ、なんか結託しとったんやな。神谷がローに詰め寄る。しかしローは余裕の表情を浮かべたままだ。神谷が今にもローを殴ろうとしたが、二階堂は彼女に似つかわしくない大きな声を出して場を制した。どっちにしろ何かを隠しとるな、ローが。今はそんな奴のことなんていい、説明して。あなたにとっても今の状況は予想外だったのは分かったけれど、動揺している暇があったら隠していることを全部教えて。そうすれば私たちにできることが思いつくかもしれない。神谷君、往生際が悪いわよ。今はそんな場合じゃないことくらいわかるでしょ。神谷はローから一歩離れ、棒たちに向き直った。ローの様子は僕が見ているよ。すまなかった、話すよ全部。何が起きてるんだ。消えた人はどうなってるんだ。わからないってなんだよ。無責任じゃないのか。逆に何がわからというのだ。桜井君、今はまず神谷君の話を聞きましょう。それで神谷君、あなたは一体何を隠していたの。そうだよ、みんなに聞かせたらまずいかもしれない何かって何。神谷は苦々しい顔つきで答えだ。俺はかつてクロノス世界にいたことがある。経験者って言い方もおかしいかもしれんけど、だから鏡の壁があるってことを前に来たことがあるけん知ったんじゃ。驚くのも無理はないと思う。でもおそらく東国は気づいていたと思う。それってまさか。東国が言っていただろ、バラシハ事件、バミューダトライアングル、アガサクリスティの空白の11日間、キンロス事件、メアリーセレスト号、そして日本の一家消失事件。その一家って神谷君の一家な。そう、消失した一家は俺の一族神谷家だよ。マジかよ。そんな、あの時クロノス世界で神谷の一族は殺し合った。殺し合い。俺はまだ小さな子供だった。今でもクロノス世界のことを思い出すたびにおえつが止まらなくなる。だろうな、そんなことがあったん。小さい子供やったんだ。ショックがでかいだろうな。俺の父親は政治家だからね。犯人が父親のことを狙っていたのは一目瞭然だった。みんなが疑心暗鬼になって殺し合った。わ、まさにこの第4章のゆうちゃんを選んだ時のエンドみたいな感じだったんじゃ。神谷の語る事実が衝撃的すぎてはっきりと頭に入ってこない。つまりさ、
あの時にカレンちゃんの方を選んだ件、こういうルートになってきたけど、まさに神谷くんの一家の時と二の舞になりそうだったんやな、ルート的には。この世界線もそういうことになるから。たくさんの人が死んだ。人を人とも思わず罵り合うその様は吐き気がするようなものだった。そして母は俺をかばって死んだ。生き残ったのは俺と父親だけだった。その後事件は政治家だった父がマスコミに働きかけて隠蔽した。怖かったんだ。犯人探しを始めることでみんなが疑心暗鬼に陥ることが。そうか。だから真っ先に犯人探しをせんかったんじゃ。しかもそれが見事に的中したかもしれんのよな、今回は。なんせさっきも言うたけど、ゆめちゃんの方を選んだルートじゃ本当に疑心暗鬼になったもん。神谷くんの思った予想の可能性がさ、現実に起きるルートもこのゲームあったもんな。そこまで用意されたもんな。言葉も出なかった。それほどまでの壮絶な体験を神は幼少期にしたのというのか。彼を責める気も起きなかった。そうやな。確かにこれは神谷くんも神谷くんなりの考えを持ってやってきよったっていうか。一度クロノス世界を体験してか、していたから、神は鏡の壁の存在を最初から知っていたのだ。そして、その鏡の内側で争い合う、おぞましきを知っていたからだ。おぞましさを知っていたから。犯人探しを避け、この世界での長期滞在計画を進めようとしたのだろう。なるほど。犯人探しをしたら、あれだけ醜い争いが始まるし、それをしなかったらしなかったで、長いことこの世界におらなあかんっていう体験があったからこその、今回畑を作ろうという話出したんやな。そうやな。今思えばあれか。いくら神谷くんが優秀だからってさ、こんなわけもわからん世界に来てさ、あっさりそんな計画立ててるわけがないよな、人間として。うなだれる神谷に何か声をかけようとした、その時。おかしいわ。もう今までこそさ、もういろいろ、えらいこっちゃ、えらいこっちゃ、よい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 だ、阿波踊りが。阿波踊りじゃないけど、阿波踊りじゃないけど、そういうえらいこっちゃ、えらいこっちゃのことが起きとんじゃん、お前。そこに何かまだなんかおかしいところを見出せるんか、お前は。すごいな。予想外の言葉が、二階堂の口から出た。おかしいって、一体何が。神谷も悄然と困惑の混じった表情で、二階堂を見る。かつてあなたがクロノス世界にいて大変な思いをしたことは分かったわ。それについては心から同情する。でもクロノス世界の経験があるのだったら、いつもの神谷君ならなおさら冷静に犯人を見つけようとしたはずよ。できるだけ早くみんなに被害が出る前に。それなのにあなたは露骨に犯人探しをはぐらかしていた。今のあなたの様子はおかしい。あなたはまだ何かを隠している。そうなんか。あ、でもあれか。自分がクロノス世界におったことがあるって言っても、なんかデメリットが起きるか。リスクがあるか。そう考えたら、ないかもしれんけど、微妙やな、そのあたりは。まあいいや、聞いていこう。二階堂の口調は確信に満ちていた。何を。俺はいつも通りだ。嘘をつかないで。それともこう尋ねるべき。ん？あなたは何者なの。これは神谷君の下の名前、サイっていう名前は本当にその名前で合っているのか。本当の神谷サイはもう死んでいて、お前、神谷サイと名乗るこいつは何なんだって話か。
二階堂の言葉に神谷は明らかな動揺を見せた。もう神谷君そのものに対しての疑問か、これは。もう話すしかないのか。あ、これか、思い出した内容か、もしかして。どうなんだろう。そして全てを諦めた表情になり告げた。俺は神谷祭ではない。だろうなっていう流れになってきとるけど、じゃあ誰なって話になるよな。とは言っても俺は君たちがよく知っている神谷には他ならないんだ。俺は間違いなく君たちの幼馴染の神谷だ。そこは違わん。神谷、一体何を言ってるんだ。困惑するのも当然だと思う。正確に言うなら俺は神谷ではあるが、神谷祭ではないんだ。要は何か言いたいかと言うたら、幼馴染として付き合ってきた神谷では、神谷っていうのは間違いないんやけど、その偽物であるというわけではないんやけど、これまで付き合ってきた神谷祭って名乗っとったけど、実は神谷祭じゃないんだって言いたい。ややこしいな。余計に混乱する。神谷の言葉が全く理解できない。はっきり言う。神谷祭は俺の兄だ。黒の世界で死んだ。そういう感じか。俺の本名は神谷祭。祭の妹だ。は？いや、ちょっと待って、本人じゃないとかそういう問題以前に女の子だったん。俺は政治家である父親と神谷家の使用人で愛人だった母から生まれた隠し子だ。隠し子。黒の世界で死んだ後継ぎ神谷祭。その身代わりとして隠し子である俺はうってつけだったんだ。なるほど。性別が違うなんて神谷家の力の前では些細な問題だ。マジか。そんな。二階堂、確かに君の言う通り神谷祭としての自分であれば、クロノス世界の経験をみんなに語り、すぐさま犯人を割り出して始末していたと思う。神谷祭としての自分は政治家としての英才教育を受け育てられた。ああ、政治は多数決の世界だ。民主主義は多数派が正義であり、マイノリティは切り捨てなくてはならない。本来の神谷祭は多数を救うために一人の犯人を見つけ出し葬ることが正しいはずだった。だった。でもクロノス世界に戻った途端になぜかサエとしての自分を思い出してしまったんだ。女の子としての自分、サエちゃん。神谷君が女の子とはなって思うよね。いや、サエの方が省かれたという方が適切かもしれないな。そうして俺が残った。そしたら神谷祭って人物がどんな人物だったかもちょっと気になるところやな。クロノス世界ではミッション遂行に余計と判断されたものは省かれる。登場人物もライフラインも記憶もならば人格だって省かれてもおかしくはない。あー、サイ君省かれちゃったか。サイ君省かれちゃったよ。邪魔だってさ、不要だってさ。サイ君どう思う。サイ君、大切な幼馴染の中から犯人を見つけ出しその人を殺さなければならないなんて今の俺には耐えられなかった。サイちゃんとしての神谷君にとってはか。そういうことだったのね。やっと納得できたわ。俺頭の中じゃこんがらかかってるよ。サイ君男の子だと思っとったの女の子だったってところに困惑できてるよ。今まで隠していて
パニックになるわ。確かに、パニックになるわ、そんな言われてもさ。え、じゃあ、え、え、一緒に男子トイレ行った、え、え、え？ってなるんじゃない？それとも一緒に男子トイレ行くことは、どうにか避けようったんかな。そんな妄想しかしていない。すべてを告げ終えた神は、穏やかな顔をした。しかし、それもつかの間で、あら、様子が豹変した。諸角と同じように。おい、やめろよ。おい、諸角と同じ過程をたどるなよ、お前。そうだったのか。思い出した。お前は前はもう思い出しただろ、お前。え？神谷の両手が震えている。その瞳は、ここではないどこかを眺めているようで。おい、神谷。思い出したってなんだ？教えてくれ！桜井、もう俺には時間がない。過酷な真実かもしれないけれど、聞いてほしい。ん？とうとう真実が。犯人は？え？ズブリ。あああ！身の毛のよだつような不快な音がした。事態が飲め込めなかった。おい、ロー、お前。それはないやろ、ロー、お前。お前がか？お前が犯人だったん？めっちゃ血ついてる。なんで靴に血ついてないん？水の弾きっぷりがすごいな、この靴。血、靴についてもおかしくないのに、ってか、ズボンについとってもおかしくないのに、床にしかつけてない。すごいな、この、服装。ローが神谷の、脇腹にナイフを突き刺していた。させねえよ。そのまま神谷は膝から崩れ落ちた。ロー、お前。消え入るように神谷が声を発する。二階堂は全部覚えてる。何？神谷はそのまま意識を失った。虚実。マジか。カレンちゃん知ってんの？何もかも。